ここでアンケートの結果を皆さんにご紹介します。这是一个问卷调查的结果。海外ボランティアについてどういう印象を持っていますかという質問をしたところ、このような結果が返ってきました。这个问卷调查的问题是这样子，就是说询问对海外志工的印象，那结果是这样子的。人の役に立つから自分の成長につながる、自分の経験が生かせる、このような回答をした人が非常に多かったです。其中最多的就是说可以帮忙别人、帮助别人、第二个是让自己成长、第三个是贡献。はい、しかしながら、かっこいいとか、それから身近なものであると答えた人は非常に少なかったです。其中が比较少 的, 的答复的结果是感觉很棒、或者是好像触手可及、这样子的一个答复是比较少的。つまり海外ボランティアについてはとても意義があることだけれども、身近なものではない、私とはあまり関係のないことだと考えている人が多いということです。可以从这样子问卷调查结果看出来，一般人对海外志工的印象感觉非常有意义，也深具教育意义，可是呢好像跟自己无关，也好像非常遥远的感觉。もう一つのアンケート結果をご紹介します。再介紹另外一個問卷調查結果。青年海外協力隊に関心はあるけど実際に応募しない人に対してなぜ応募しないんですかということを尋ねました。这个问卷调查的问题是这样子的，有兴趣可是为什么没有报名的理由的一个问卷调查。はい、男性の方は仕事があって参加できない、それから語学に自信がないという回答が来ました。男性の回答当中最多的是两个，一个是因为有工作所以无法参加，那第二个是对语言能力没有信心。あるいは提供できる技術や知識がないという回答もありました。那另外一个答复就是说他没有足以可以提供的技术或者是能力。ここに、青年海外協力隊事業を候補していく上での最も重要なポイントがあると JICA は考えています。所以说这也就成为这一次展开宣传活动的一个最主要的重点。はい、これは青年海外協力隊のポスターです。这是协力队的一个广告宣传海报。2008年から広報の方針を大きく変えました。从2008年起大幅改变了宣传方针。それまではですね、その前までは途上国の現場での様子とか、それから途上国の人々とのつながりということをアピールしてきました。一直以来协力队的诉求重点都是偏向于在发展中国家当地活动的情形、企图心或者是与当地民众的交流等等情形。しかしそれでは大変意義のあるものだけれども、私にはできない、私とはあまり関係ないという印象を持たれてしまいました。可是呢却无法打破一般人的印象，也就是说这样子的协力队的活动是意义非凡，可是呢与我无关，距离太遥远。結果的に応募する人が減ってきています。結果呢导致报名加入的人数越来越少。ですからここの黄色いところに書いているように、3つのポイントをアピールするようにしました。所以说从2008年开始展开的宣传方针，就像现在在画面上看到黄色的这部分有三大重点。一つは身近なものであるということです。首先强调说这是触手可及的。最初に説明しましたように、必ずしも特別な技術や知識がある、あるいは語学に優れている、そういう人だけが参加できるものではないということです。这样的这个触手可及可以这样做解释，就是说，协力队并不是只以具备优异的专业能力、资格、语言能力为对象，一般人也可以报名加入。はい。それから2番目にキャリア感と書いてますけれども。第二个写的是关于累积丰富的经验。ボランティアというとやはり自分を犠牲にするという印象がどうしても強いです。
一般人对志工的印象都是有种自我牺牲这样子的印象在。しかし、犠牲にすることだけじゃないんですよね。但事实上绝对不是自我牺牲。やっぱり自分のためにもなる、その後のステップアップにつながっていくということもありますので、ここをアピールするようにしました。所以说这个主要强调，事实上是说要让自己成长，也可以让志工成为一个将来的跳板。ここに下の方に世界も自分も変える仕事というキャッチコピーを使ってます。底下这个标语的一个意思是叫做，这是一份改变世界、改变自己的工作。この自分も変えるというのはまさに自分の成長につながる、キャリアアップにつながっていくということです。改变自己的意思就是让自己成长，也就是让自己累积更丰富的经历。それから三つ目に。JICA のサポート体制。第三个就是说 JICA 所提供的一个资源体制。先ほど話しましたように2ヶ月間語学の研修をやります。刚刚我们有提到一个两个月的培训。帰ってきた後は就職や進路の相談にも乗ります。也对于说结束活动之后返回国内的返回日本之后的一个出路，然后设一个咨询中心。しばらくはこういう候補の方針は続けていこうと思っています。将来我们暂时都会以这样子方針来展开我们协力会的事业。はい、今年から日本も元気にする青年海外協力隊というキャンペーンをしています。今年我们也推出了一个我们的专案计划，也就是说让日本更有活力的青年海外协力队。これはどういうことかと申しますと、日本に帰ってきた協力隊 OB、OG が、日本の中で、いろんないい活動をしている、これをもっと取り上げようと、皆さんに紹介しようというものです。最主要的一个内容、就是我们希望让所有的人、各个阶层人更能够了解、从海外回来的、所谓协力队的学长、学姐们、如何在自己的国家、发展更为活要、展开他们的活动。一般的に協力隊に応募するときは途上国に行ったときのことは想像できるんですけど、2年間終わって帰ってきて自分が何をやっているのかというのはなかなか想像できません。一般人尽管想要说报名的人可以透过很多的管道取得当地生活活动的一些资讯，充满各种期待跟想象。可是，一想到回到国内之后自己要做什么，要去哪里，却是难以想象的。それが不安になって、実際に応募しないという人が増えています。一旦心中感到不安、当然就会开始犹豫到底要不要报名参加。日本に帰ってきて頑張ってる経験者がいるんだということで、そういう不安を少しでも軽くしたいと思っています。那如果说能够让他们知道说这些协力队的学长、学姐们、回到国内应用他们的经验在挑战、勇敢挑战日本面临的一些课题、那势必也能够减轻他们心中的一些不安。はい、具体的にはこういう3つの活動をしています。那具体来说有这三个活动在进行。一つはシンポジウムを開催しました。一个呢是举行座谈会。からパンフレットや広報誌を新たに作りました。然后还制作一些宣传手册、宣传刊物。それから後でちょっと見てもらいますけど、広報用の DVD を作りました。当然我们也制作了一个宣传用的 DVD、待会我们会播放给各位欣赏。シンポジウムにつきましては、今年の8月の30日に東京で行いました。首先提到的、刚刚提到的座谈会、在今年の8月30号在东京举行。内容としては、前の横浜市の市長の中田博さんに基調講演をしてもらいました。由前横滨市長中田宏、他做一个基调的演讲。彼は協力隊のことを高く評価してくれてます。这位前横滨市长对于协力队的一些活动，与费用，非常的抱有极高的好评。そして横浜市の職員に、協力隊の経験者を積極的に採用してくれています。而且因此来就说积极的采用返回国内的一些协力队的学长学姐们加入横滨市成为横滨市的公务员。
これから協力隊の経験者によるパネルトークを行いました。然后也协力队的学姐学长们因为他们用这样的协调性，也让他们尽量发挥这样子的一个功能。はい。これが朝日新聞に出したパネルトークの記事です。这是刊登在朝日新闻上面的一个报道。8月30日にシンポジウムを実施して、9月27日の朝日新聞にその様子を載せて、10月への募集につなげたわけです。首先是我们在8月30号实施的座谈会的内容，然后在9月27号刊登之后呢，连接到我们10月开始的一个招募活动。はい。それではここで、皆さんに、15分ぐらいの DVD を見てもらいたいと思います。